大鳥井多賀大社は、滋賀県犬上郡多賀町多賀にある神社。式内社で、旧社格は、官平大社。現在は、神社本庁の別表神社。古くから、お多賀さんとして親しまれ、神仏集合の中世紀には、多賀大名人として、信仰を集めた。お守りとして、しゃもじを授ける、お互弱子という習わしがあるが、これは、お玉弱子や、 おたま弱ゃの名の由来とされている。和道五年平産の古事記の写本の内新服字本には、こそのいな大臣者座大見の多がなり、いざなの大臣は、大見の多がにいますなりとの記述があり、これが当社の記録だとする説がある。ただし、日本書紀には、釜まえゆを淡路の巣、すなわち、優遇を淡路の巣に構えりてとあり、国生み、 神海を終えたイザナギの村が最初に生んだ淡路島の地に優遇を構えたとあり、古事記神福寺本の大海は淡路の御社である可能性が高い。古事記以前の時代には一帯を支配した豪族犬神の氏の祖神を祀ったとの説がある。犬神の氏は日本穂高のこの遠い別王の光栄とされ、飛鳥時代の遣隋使、遣唐使として知られる犬神の御助に始まる。 この犬神の死は、多賀社がある犬神軍の名祖とされる。藤原忠平らによって、延長5年に編まれた演起式新名帳では、当社は、大見国犬神軍多南神社に座と記載され、勝者に列した。に座とあるが、イザナギの命、イザナミ命とされていたわけではない。なお、拙者で、演技式内社の日形神社は、二二の村を、同じ拙者の山田神社は、 サルタヒコ大臣を祀る。タガコグとも呼ばれる、別宮の古宮神社は、イザナギの命、イザナミ命、こと、かつ国かつ調教の御柱を祀り、タガ社の南方2キロメートルの小高い丘に鎮座する。樹脂、樹三鎮下の神として崇敬される。美達天皇の時代には、古宮神社の境内に瓶満寺も建立され、やがて瓶満寺は、タガ大社の奥の院となる。 八田ガラス関連の神社でカラスに供物を捧げる先、クエ行事という特殊なご取り場見神事を行っている。戦国時代の名王三連には神仏集合が進み、神宮寺として天台宗の不動員が大御守護六角高頼りによって建立された。神宮寺配下の傍人は全国にお札を配って信仰を広め、当社は中世から近世にかけて伊勢神宮、 熊の散々と共に、庶民の散景でにぎわった。お伊勢参らはお互い参れお伊勢を、タガノコでござる、お伊勢七毒馬の絵参道、タガ様へは、月参りとの俗用もあり、ここに見る、おたがのことは、伊勢神宮祭神である、アマテラス大神が、イザナギの命、イザナミ命両神の御子であることによる。なお、当社に残る衰弱曼荼は、亡人は国を巡行して、 神徳を説く際に掲げたものである。また、多賀社が流星したのは、大見国が交通の結節点になったことにもよる。多賀社は特に長寿祈願の神として信仰された。鎌倉時代の僧である長元に以下の伝承がある。東大寺再建を発言して20年にならんとする61歳の長元が着工時に長寿祈願のため、伊勢神宮に17日間賛同したところ、 夢に、アマテラス大臣が現れ、事業成功のため寿命を延ばしたいなら、タガミに祈願せよと告げた。長元がタガ社に参拝すると、一平の柏の葉が舞い落ちてきた。見ればその葉は、むしろの字の形に虫食い跡の残るものであった。むしろは、二十と、延べに分けられ、二十は、二十の意であるから、これは、二十年延びると読み解ける。神の意を得て、 大いに歓喜し、奮い立った長元は、以後さらに二十年にわたる努力を続けて見事、東大寺の再建を成し遂げ、法恩、社徳のため当社に赴き、境内の石に座り込むと眠るように亡くなったと伝わる。今日も境内にあるその石は、寿命石と呼ばれている。また、当社の新門の一つ、虫食い俺、柏門は、この伝承が由来である。天正年には、 タガシアへの信仰を扱った、豊臣秀吉が、三年、それがダメなら二年、せめて三十日で元母、大万所の延命を祈願し、成就したため、社殿の改修を行わせようと大名に与えるに、等しい米一万国を奉納した。境内正面の石造りの太鼓橋造営は、太鼓橋の画名でも呼ばれる。現長年には、社殿が消失したが、江戸幕府将軍、徳川秀忠により、 車両350国の寄進を受け、官営10年に徳川家光が再建を命じ、5年後に完成した。慶安4年には彦根藩主井伊直隆により、車両150国の寄進を受けている。明和3年に屋根の吹き替え等の大改修がなる。ところが、安永2年には大火災によって、大半の社殿が消失してしまう。さらには、天明2年にも火災に遭う。 その上、完成3年には、暴風で、多くの社殿が倒壊した。このように、江戸時代の多賀社は、災難続きであったが、その都度彦根藩及び幕府からの手厚い寄進、寄付が行われ、文化5年には、本殿が再建された。車と屋は、古代より、当社の新職を務めている。幕末に出た、多賀社大ネギの車と、宗伊沢は、 長州藩士や土佐藩士を命がけで援助した。それによって、後には、増子ご用賜っている。車と一族は、天皇家、訓家だけでなく、他にも、徳川や、彦根藩、彦根城のためにも奔走している。明治初年の神仏分離令を機に、廃仏希釈の動きが広まり、多賀社の神宮寺も廃絶した。別当職不動員は1868年にまた、飾りせられ、 境内にあったすべての神宮寺は払拭せられた。腰や校舎は、多賀社から分離されたため、1876年、多賀協会を結成し公認された。その後、旧幕神の神職、平山聖祭を乗り長に迎えた。1878年、聖祭は、石門神学や東風術の校舎、大道教など、教派や宗派としては、 規模が小さく公認される見込みがない団体を結集して大政協会を設立し、乗り長となった。1882年5月、大政協会は、教派新党新党大政派として公認され、制裁が官長となった。同年11月には、新党大政協と解消した。多賀協会は1883年、軽協会本委員、連門教党ともに、これに属し、 大政教、多賀教会となった。大政教、多賀教会本部は多賀社境内にあり、戦後新党大政教を離れ、多賀構想本部として多賀大社に復帰している。岡山県や愛媛県の多賀教会は多賀大社に復帰せず、現在も新党大政教に残っている。多賀社は1871年に県社県合社、1885年に 官璧中車となり、1914年に官璧大社に昇格した。1929年から1933年にかけて境内の整備を行っている。1947年、多賀大社に改称した。1930年本殿を新築している。それまでの本殿は1932年に犬上郡と与里町の白山神社にその本殿として、 移築している。三軒舎流れ作りの本殿等の屋根の日和田吹きの吹き替え、並びに三周殿新築造営は、1966年から行われ、1972年に完成した。また、当社は2002年から数年をかけて、平成の大造営を行った。本殿拝殿新年恒例の農部隊での神楽万道祭拝殿内にある、 お互賀ゃ氏多賀社のお守りとして知られるお互賀ゃ氏は、岩礁天皇の養老年中、多賀社の新官らが、帝の病の平穏を記念して、怖い,いお滝、死での木で作った尺氏を添えて献上したところ、帝の病が全開したため、霊言荒高な無病長寿の縁起物として、信仰を集めたと伝わる。岩礁天皇の頃は、精米技術が未発達で、米藩は粘り気を持つ。 現代のものとは違い、硬くてパラパラとこぼれるものだったらしく、それをすくい取るために、おたがじゃくしのお玉の部分は大きくくぼんでいて、また、柄は湾曲していたとのことで、かなり特徴のある形だったという。なお、現代のおたがじゃくしは、お玉の形をしていないものが多く、今用の米に合わせて平凡なものが大半である。このお守りは、 実用的なものもあれば飾るための大きなものもある。なお、多賀社より数キロメートル西にある、いいも木は、帝の釈子の元となった木の枝を地に刺したところ根が生じて大木に育ったものと伝わる。このいいも木には、男いいも木と女いいも木の2本がある。かつて際立った形状であった、お互弱子は、お玉弱子の語源になったと考えられる。 カエルの妖精、オタマジャクシは、オタマジャクシから派生した名称なので、オタマジャクシの語源もまた、オタガジャクシということになる。校舎のような言語的変化は、形状の相似によると思われる。大海鉄道本線は、運行主系統が、前原駅、大海地駅、大海八幡駅となった、現在でも、前原駅、清井川駅が正式な区間である。これは、同鉄道の創立時、 多賀大社と縁の深い伊勢神宮に向けて、関鉄の草津線、関西本線、三宮線等を介して結ぼうとしたためと言われる。なお、大見鉄道宇治山田延伸構想がこの経緯に詳しい。ありがとうございます。